フジテレビでは、7月31日から8月5日にかけて特別企画、ディズニー、スペシャルウィーク2023が実施されている。ディズニー&ピクサーの最新作で8月4日公開されたアニメーション映画、マイ・エレメントに合わせての企画だが、その中の番組内容のあまりの不自然さに、キスマイフット2のファンが揺れているという。物質の四つ元素、エレメントとされる火、水、土、風たちが暮らす世界を描いている、マイ・エレメントですが、その日本語版で主演声優を務めるのは、キスマイフット2の玉森裕太さん、33。オーディションを勝ち抜き、自力で掴み取った役であることが、情報解禁時に話題になりましたよね。そんな中、8月3日放送の VS 魂×アンビリバボー合体3時間 SP では、サンフランシスコのピクサースタジオを嵐・相葉雅紀さん、40、トキシ・ユータさん、27、が訪れるという超豪華ロケが敢行され、マイ・エレメントもがっつりと取り上げられたんですが、不自然なまでに、玉森が主演声優という話が出てこなかったんです。テレビ編集者、飛車を見た騎士が、泣きますね。本当に目頭が熱くなる作品と熱弁したり、ピクサーの協力で、マイ・エレメントの設定資料や作業部屋などが紹介。さらに、映画制作スタッフが火のエレメントになった相葉のイラストをその場で描くなど、ピクサーサイドも全面的に協力。さらに、スタジオでは風間俊介、40、が、アニメで水を表現するのは非常に難しいと言われている。元作の表現がピクサーの最高傑作と語るなど、しっかりと、マイ・エレメントを取り上げていた。ところが、日本語版の予告映像も流れていたにもかかわらず、玉森が主演声優を務める件について話せか完全にノータッチ。そのため、あれだけマイ・エレメントに触れておいて、後輩すら奥ちゃんのことに一切触れない、カットかもしれないけど、のはさすがにファンじゃない人からしても違和感でしょ。VS 魂、マジで奥ちゃんでないどころか紹介もなかったの？同じ事務所なのに謎なに考えてるんだ。奥ちゃんが声するっていうのは有名なのに、何かの圧力で言えないんじゃない？って言ってる人いるよ。といった声が、SNS に多く寄せられているのだ。脱退、冠番組終了、メンバー全員取材 NG、キスマイは大荒れ、ワイドショー関係者は話す。VS 魂はキャプテンの嵐、相葉雅紀を筆頭にジャニーズありきの番組。玉森さん本人が出演しないにしても、完全スルーは確かに不自然ですよね。玉森さんが映画、マイ・エレメントのメインキャラの声優を務めているとアピールすることはとても自然で、それは映画の宣伝にとっても、ジャニーズにとってもプラスのこととしか考えられないのですが、このところキスマイはグループ全体の今後が不安になる出来事が続いているため、キスマイファンは、事務所にグループが嫌われてるのか、と感じている状態です。そのせいでファンは、今回の放送がなおさら気になってしまうのでしょうね。キスマイは今年8月10日でデビュー11周年を迎えるが、北山宏光、37、が8月31日付で脱退し、ジャニーズ事務所からも退所する。また、今回の玉森のように個々の活躍は順調な一方で、キスマイのグループとしての活動は年々縮小している印象がある。10年にわたってメンバー2から3人で出演してきたグループの冠ラジオ番組、キスマイラジオ、文化放送も、2023年からはソロラジオ方式に変更となった。さらに、2013年から続いてきた冠番組、キスマイ超ブサイク。フジテレビ系も、2023年9月末で終了することが告知されているのだ。事務所サイドから許可が下りなくて、メンバー7人揃っての雑誌などの取材が今年から NG になってしまった、という話も聞こえてきていました。また、2023年に入ってから新曲を出すのが遅かった結果、2018年以降キスマイの楽曲を CM に使用してきた東京インテリア家具が、キスマイの曲を LDH のグループザランページフロムエグザイルトライブの始まりの歌に切り替えてしまう、というファンにとって残念な出来事もありました。前道、他のディズニーウィーク番組にもキスマイではなく A、グループが出演。東京インテリアは本サイトの取材に対し、新曲だと1年間無料で使えるが、今年キスマイは新曲を出していなかったため、切り替えることになったと、6月に回答していた。なお、キスマイは今年8月3日に7人体制ラストの新曲、共にをリリースしたが、
ジャニーズショップオンラインストア限定発売であり、TH シングルにはカウントされていない。キスマイは元スマップチーフマネージャーの愛氏が管轄していた愛氏派で、藤島ジュリー景子社長のジュリー派ではないため、押してもらえないという話もありましたね。今回、フジテレビのディズニーウィークとして7月31日に放送されたネプリーグにも、マイエレメントの主演声優の玉森さんがいるキスマイではなく、ジュリー派でデビュー間近と言われる AA グループが出演していたのは、なんとも意味深ですよね。前室のワイドショー関係者。ちなみに、ネプリーグについては関連企画と煽りつつも、コラボはディズニー関係の問題が一問出る程度だったため、前にディズニー問題だけの回あったからそんな感じを期待してたのに一問だけだったのはさすがに、と、ディズニーファンの視聴者から不満の声が噴出していた。そんな状態で極め付けが、今回の VS 魂×アンビリバボー合体3時間 SP での不可解としか思えない、玉森さん完全スルー、放送。ディズニーは権利関係や契約に厳しいので、なんだかそうしたことの影響も否定はできませんが、VS 魂はジャニーズの番組なので玉森さんを呼んだり、少なくとも名前を出すことは容易なはずなんですが、番宣として間違いなく盛り上がるし、富士にとってもピクサーにとってもウィンウィンですよね。それなのに、玉森さんが登場しないどころか名前すら徹底的に伏せられていた感じだったので、何かの圧力で言えないんじゃない?と疑うファンの声が噴出するのも無理はないですよね。前室のワイドショー関係者。11周年目を迎えて大きく揺れ動いているキスマイ。マイエレメントがヒットすれば玉森個人の評判は上がるかもしれないが。画像、ウェイドカラー。VS 魂、スルーも玉森裕太、ガリガリクガ&浴衣水色爽やかすぎ、マイエレメント、PR 活動、玉森演じるウェイドは水属性。それにちなみ、水色の浴衣を着ている